皆さんこんにちは欧州トヨタはトヨタ GR スープラに新型マニュアルトランスミッションを搭載したモデルが間もなく登場しますと近日中の GR スープラへの MT 追加を予告しました GR スープラの個性的なテールランプやダックテールの形状注目したいのは車名のエンブレム特徴的な書体で描かれているサプラ の文字が真っ赤に塗られています欧州トヨタは赤分レイシンクへのスポーツカーラインナップに加わるこのマニュアルトランスミッションはレッドカラーのサプラバッジで識別されピュアでユニークで特別な存在であることをアピールしていますと強調また GR ヤリスや GR86 の 6MT 車の3ペダルの写真が合わせて 公開されており、GR スープラを合わせた GR シリーズの車を、どれでもマニュアルトランスミッションで味わえることができるようになることが示唆されています。いかがでした。本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。